ってやろう太郎です。はい、素敵です。お願いします。あ、今度やってくれないですね。なんてやればいいですか。もうあの、ね、レギュラーですから、はいはい、考えておいてください。次までに挨拶考えておくこと、はい、アイドルみたいです。なんかオリジナルの挨拶考えてもらう、はい、いいですよ、はい、キャッチフレーズ作ってもらわないと。キャッチフレーズ、はい、先日 F1 の日本グランプリが盛大に行われまして、はいはい、パドックで小池さんに似た方をお見かけしたんですよ、はいはい、あれは小池さんだったんでしょうか。はい、実はというか、はい、言ってまして。あ、なるほど、うん、まあ、ちょっと関係者の方に、うん、あの力を借りてパドックに入れさせてもらいました。力を借りてじゃなくて、もうローソンチケットで、いや、ローチケからパスが出たんじゃないですか。ローチケはちょっと難しくてですね、うん、あの、うん、まあ、アルファタイよりやっぱ角田選手がいるんで、はい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 、まあ、パスの枚数とかあると思うので、ちょっと無理だよって。そうです、はい、ちょっと俺の枠がなくてさみたいな、ごめんねみたいな。肩身が狭いのかもしれない。あ、なるほど。まあ、彼はレギュラードライバー、代役だからしょうがない、はい、うん、なるほどね。まあまあ、それでもあの手この手を駆使して、はいはい、パスをゲットされて、はいはい、で、ローソン選手にお会いできたんですか。はい、あの、まあ、そんなに長い間喋ったわけじゃないですけど、はい、まあ、ちょこっと喋って。じゃあもう F1 だから小池さんがアウェーな感じで。そうですね、ローソンが、あ、小池さんよく来たねみたいな。いや、なんか、まあ、彼もなんかそんなになんか堂々としてたわけではないというか、まあ、うん、あの、まあ、リザーブなんで、はい、あ、なるほど。そうなんですかね。まあ、でも基本的にやっぱ角田選手がもうメインっていうなんか雰囲気は、うん、まあ、雰囲気というかもちろんそういうのがあったと思うので、うん、いつものローソン選手なんかこう F1 ドライバーであのアルファタオルのレーシングスーツ着てると、はい、お、なんか違うなみたいな、あ、どうもこれ違うみたいな、ね、恐縮しちゃった感じですか。いや、なんかいや、でもやっぱなんかちょっとなんか違和感がありましたよね。あ、違和感が、急に偉そうになってたりしましたから、うん、いや、まあ、あの、会って喋るとなんかいつもの、うん、あの、あ、いつもの感じですけど、はいはいはい、なんか旗から見てると、あ、F1ドライバーなんだって思って、はい、うん、なんか違和感の塊。あ、そうなん、はい、あれ、そもそも急にデビュー決まった時はあの言ってなかった、後で言ったって言ってましたけど、チーム無限には。あ、そうなんですか。オランダグランプリの週末に急に乗ることになったんで、はい、その時はもう連絡する暇もなかったって言ってましたけど、はい、そうですね、小池さんは。あ、僕もあのテキストを送って、あの、帰ってきたのはまあ終わった後なんですけど、とりあえずおめでとうって言ったんですか。なんて言ったか覚えてない。あ、あれですよ、あの、確か13位だったんですよ。で、茂木も、あの、SF の茂木も13位だったんで、うん、あの、2週連続13位の、13好きなのみたいな感じのテキストを送って、なんか笑ってました。どうですか、そう、テレビで見ててどうでしたか。テレビ、オランダは、あの、GT があったんですよね。GT のすごかったんで、あの、レース以外は見てないんですよね。だから予選とかは見てないんですけど、うん、まあ、レースは見てみて。まあ、オランダグランプリ時代は結構、まあ、はちゃめちゃなレースだったんで、なんか大変そうだなと思いながら、まあ、でもなんかそつなくこなすのはなんか彼らしいというか、うん、スーパーフォーミュラでもこの一発ドンと行ってなんか盛大にやらかして、うん、そこから軌道修正していくタイプではなくて、うん、なんか徐々にこう、ね、マージン持ちながら詰めていくタイプなので、慎重派というか、なんか F1 でもそういう感じなのかな。もう立派な F1 ドライバーになっちゃいましたからね。そうなんですかね、うん、F1 を目指してるローソンじゃなくて、はい、F1 ドライバーローソンになっちゃいましたから。はい、あんまり自分は意識はしないですけど、でもスーパーフォーミュラーとしても、うん、まあ、最終戦最終ラウンド、うん、まあ、F1 ドライバーとして、まあ、現役 F1 ドライバーが乗るっていうのは、うん、乗るってことですかね。多分ガスリー選手以来、まあ、うん、まあ、ガスリー選手走らなかったね、結局、うんうんうん、まあ、実質今回初めてみたいな形になると思うんで、うん、お客さんは、まあ、F1 よりも距離感が近いですし、うん、会えるチャンスだと思うんで、いっぱい来てくれたらなと思いますけど、まあ、今はいっぱい、ね、いっぱい、どうでしょうね。F1 ドライバーに会える3万人でお願いします。3万でいいんですか。とりあえずは。いや、でもね、ついこの間日本グランプリ鈴鹿走ったばっかりの人が今度スーパーフォーミュラで同じサーキット走るわけですからね。はい、あ、でもなんか面白いことが言ってて、うん、あの F1 のタイヤのデグラデーションがなんかスーパーフォーミュラーにちょっと似てたらしくて、はい、うん、へ、あ、その鈴鹿で、はい、なんかそれは言ってました、うん、はい、まあ、だからいい練習になってくれたらいいなと思います。F1 を練習に使うとはすごいですね、豪華ですね、周回数もいっぱい走る、はい、
ぜひねそういうコメント出していただいてね、いや F1 がいい練習になったからさあって、はい、うん、SF で F1 をマウントを取るみたいな、はい、うん、ちょっと言っとけって言ってまあまあでもね F1 で鈴鹿で走ったドライバーがもうその1ヶ月後に今度は SF で同じ鈴鹿を走るってね、はい、ぜひたくさんの方にね注目して、はい、いただければと思いますけど、鈴鹿のまま終わっとけばよかったんですけどね違うサーキットでなんか違うことになっちゃった、ね、変なイメージのまま来られたら困るなと思います。第3戦の時はちょっとまあ予選もうまくこう決まらなかったじゃないですか、はい、でもあそこからこうスーパーフェラーのことも学び、はい、F1 のマシンも体験し、うん、今回は結構鈴鹿の予選も決勝も狙えそうなんじゃないんですか。そうですね、まあ、鈴鹿予選が良くなかったのは車のセットアップを外したっていうところで、まあ、彼はやっぱ鈴鹿テストで、まあ、鈴鹿の走り方もまあかなり習熟できたんで、まあ、そこに関しては全く問題ないかなと思ってるんで、ルーキーだからフリーとかっていうのはもうこの際一切ないかなと思ってます、うん、結構だからさっきの話でその慎重派で一歩ずつ行くけど、はい、でもピークまで行くのは結構早いってことですよね。そうですね、まあそこはなんていうんですか、レベル感の多分違いだと思うんですけど、慎重派だけど習熟のスピードはまあ確かに速くて、まあ、ただスーパーフォーミュラの場合は本当細かいところを詰めていかないといけないんで、うん、そういったところで、まあ、野尻選手に対してもそうですけど、やっぱタイム差があるっていうところはあると思いますし、まあアルファタウリでも角田選手に、まあ、基本的にペースでは勝ててないと思うんで、特に予選は、まあ、そこら辺はやっぱまあ、いきなり乗ってあそこまで乗れてるっていうのはすごいと思いますけど、まあ、この先どこまで詰められるかっていうのはまたちょっと未知数な部分かなと思います。まあね、日本グランプリ F1 に行かれたということで、はい、どうでしたか、まあ、パドック中心に過ごされたと思うんですが、はいはい、パドックはもう初めてですか、 F1 のパドックは。いや、パドックは3回目で、前行ったのが2011年とか、うん、13年とか、全部日本グランプリ、はい、日本グランプリ、うん、なるほど、はい、でまあ、久しぶりに行かれたってことですよね。そうですね、はい、はい、うん、でまあいろいろ見られたと思うんですけど、はいはい、どうでしたか F1 の、いつも慣れ通い慣れ親しんだ鈴鹿のパドックではありますが、はいはいはい、それが F1 っていうくくりになった。そうですね、まあ、雰囲気は全然違いますよね、はい、うん、まあ、同じ雰囲気だったのはトイレくらいかなトイレはいつものトイレだった。あ、いつもトイレ、はい、ここはアップデートねえんだなみたいな。まあ、そのパドックの雰囲気はすごい華やかで、うん、まあ、パドッククラブは行ってないんで、はいはいはい、そっちの雰囲気は分かんないですけど、うん、まあ、やっぱりスポンサーさんに対して、うん、こうすごい、まあ、アテンドというか、うん、各チームちゃんと対応っていうか、はい、まあ、ホスピがね、ホスピがあるのが違いますかね。スーパーフォーミュラの場合だとトレーラーを、はい、入れてしまうんで、うん、ホスピを作るスペースがないんですけど、そうですね、F1 の場合は多分ヨーロッパだと、うん、まあ、そのトレーラーがホスピになると思いますし、うん、アジアのレースとかはトレーラーが来ないんで、うん、ホスピを立てると思うんですけど、はいはいはい、でそこをお客さんも専用スペースにしてるっていうのは、うん、やっぱちょっと違いかなと思います、ね、うん、どっか入られたホスピはあるんですか。はい、はい、ホスピはちょっと入らさせてもいただいて、うん、まあ、ご飯とかも置いてありますし、はい、まあ、お食事もされたんですか、ホスピで。はい、お、いいな、まあ、チームスタッフの方とかもそこで、はい、食事されてるんで、うんうん、まあ、そういったところも国内レースとは違うかなと、うん、はい、国内レースだとスタッフが、うん、ホスピに入るっていうことは、まあ、ほとんどないと思うので、そこは初めての経験と言います。富士の2階とか行ったことないです。富士だと上がホスピのスペースじゃないですか。そういうところには行ったことがなかったんで。なるほど、はい、まあ、あとガレージも、うん、スーパーフォーミュラだと、はい、1台につき1ピットなんで、1台につき、はいはいはい、ピットが1つ割り当てられるんで、うんうんうん、2台体制のチームだと、うん、2ピット2ピット、はい、分のスペースが割り当てられるんです、うんうん、はい、で F1 だと、まあ、見た限りは1台につき2ピットもらえる、まあ、F1 は全車2台体制なんで、うん、1チームに対して4ピット割り当てられる。あ、広いってことですね、はいはいはい、あ、確かに言われてみたら広いわ、うん、で車があるスペースは1ピットなんですけど、うん、その横にやっぱスタッフとか、うん、機材とか置けるスペースがあるんで、はい、その分ホスピのスペースを空けられるんです。スーパーフォーミュラの場合はパーツとかをガレージの中に入れて、全て入れておくわけじゃないんで、中に入れられないから、はい、結局トランポトラックに全部積んどかなきゃいけないと、はい、なるほどね、なんかトラックが
荷物を積むエンジニアさんたちが仕事すると、はい、してるところもあるんですよね、はいはい、チームによって全部ガレージの中でできちゃえば、はい、トラックを よそに行かせてそこにホスピが作れるってことね。それはやっぱあの例えばスーパーフォーミュラだと、うん、まあ、閉鎖レースがあるんでそこにピット割り当ててるっていうのもありますし、うん、1台につき、まあ、1ピットっていうのが決められてるってことですね。そうか、なんか台数的に言えば鈴鹿であればスーパーフォーミュラーでも F1 と同じレイアウトは可能だ、可能ってことだよね、はい、うん、まあ、お金的にも難しい部分もあるのかなとは思うんですけど、あ、そう、チームによっては広くされても困んないよねみたいな、パネルの数足りねえよ、足りねえよみたいな、うん、ああいうなんかガレージの後ろでこうゲストの人がヘッドセットして聞くスペースみたいなのも、うん、あれはあの国内レースもあればいいのになとは思うんですけど、うん、あの国内レースもあのチームによってはそういう風なスペースを設けてるところもあると思うんですけど、はいはいはい、自分のチームだとそういうスペースは特には設けてなくて、まあ、あのゲストの方いらっしゃったらあの後ろの方で見てていいですよっていうのはあるんですけど、ここで見てくださいっていうところはないですし、あの無線を貸し出したりとかっていうのを F1 は無線あの聞けたりするんですけど、うん、そういうのが、まあ、あればいいのかなとは思いました。逆にその車の周りの作業とかスタッフの動きとかはそんな変わんないなと思いました。そうですね、意外に、まあ、自分の中では、まあ、F1 は雲の上の存在で、うん、あのまあ、全然違うことをやってるのかな、まあ、とは思ってたんですけど、まあ、全然そんなことはないというか、例えばメカニックの人数とかもあの結構近い人数でやってるというか、まあ、チームによって違うのかもしれないですけど、まあ、基本的には同じ人数であのやってましたし、まあ、エンジニアは確かにあの F1 はあの非常に多いなってで多くてあの分業してるなってイメージはあったんですけど、うん、ドライバーとのやり取りとかを聞いてても、まあ、テレメトリーがあったりなかったりとかそういう違いはあれど、まあ、例えばドライバーにバランスどうとかって聞いてそこからフィードバックを得たりとかっていうのは、まあ、似たような感じなのかなと思ったんで、自分の中では、まあ、自信になった部分もあるし、うん、まあ、逆にスーパーフォーミュラは F1 にはなれないんで、やっぱその F1 に行かないと経験できないこともあるのかなっていうのは、まあ、再認識できた週末になりました。例えばどういうところが F1 にしかないですか。例えばそのテレメトリーを駆使した、はい、あのデータ分析とかっていうのは、まあ、リアルタイムにデータを分析しなきゃいけないとかっていうのはあの自分は経験したことがないんで、まあ、F1 に行かないとできないと思いますし、まあ、ついてるセンサーの数とか、まあ、それぞれその担当の人ごとにどのデータを見るとかそういうの決まってると思うんですけど、やっぱより深いことをあのやれる環境にはあるのかなと思うので、レースエンジニアの人とかはあのフリー走行の時にずっと他者とのギャップをもう言い続けてきて、後ろから来ててでカウントダウンとかするんですけど、スーパーフォーミュラが今年から GPS でそのまあ、SF5 でも見れるんですけど、うん、各社がどこにいるっていうのは見れるんですけど、あの例えばその何秒迫ってきて何秒後に通過するだろうみたいなツールとかまでの作成はできてないんで、とか F1 は常に後ろと前とのギャップがリアルタイムで出てくるんで、それをエンジニアが伝えるんですよね、はいはいはい、あ、じゃあ F1 だとその後ろから来てるから 何秒後に抜かせなさいとかっていう指示が出たりすることが、はい、SF だとやっぱそれはできないってことね。まあ、あのタイム差は、うん、あのモニターで見て、うん、セクターごとにタイムが出るんで、うん、その差を見たりとか、うん、まあ、コントロールラインではあの後ろとのギャップとか、うん、あの数値で出てくるんで、うん、見たりとか、あとはだいたい GPS 見てどれくらいできてるからあの譲ってとかっていう話はするんですけど、うん、やっぱそこら辺があの洗練されてないと、はいはいはい、まあ、ミスも起こるんで、うん、やっぱまあ差はあるのかなっていったところとか、走りながら変えられるセッティングもいろいろ F1 はありますしね、はい、F1 はあのまあ車的にも速さをもう追求しすぎて、うん、セットアップの変更とかの効率性というかあのそのメンテナンス性みたいなのを多少犠牲にしてるところがあると思うんですよ。なのであのセッション中にセットアップの変更をあまりやらないなっていうのが印象にあって、あ、そうなんだ、ガチャ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 常にこうやってるんじゃないんだ、はい、うん、あとはまあ基本的にはシミュレーターでとか、うん、あのまあ事前計算である程度セットアップをもうこれがいいだろうっていうのは固めてきてると思うんで、うん、セッション中やってるのはまあ例えばウィング の, あのバージョンの比較とか、まあ、タイヤ変えてどうなるかとかそういったところを結構重視してるのかなっていう印象はあります。なんかその実際 F1 のガレージ入って見られて、はい、うん、
あこの日本のレースでも導入したら、うん、もっと良くなるのに楽しくなるのにみたいなものはなかったですか。何がいいんですかね F1 は逆にだから F1 を見てすごいなと思ったところってどういうところですか、うん、なんかいろんなことに対して、まあ、すごいシステマチックなのかすごい洗練されてるのと結構その時間をもうギリギリまで有効に活用しようみたいなのが、うん、あの個人的には感じられて、はい、例えば国内レースだともう5分前にはドライバーは装備完了して、うん、あの乗り込もうっていうのがあるんですけど、うん、本当にギリギリまでドライバーも準備あのしなくて、うん、あの車触ってたりとか、うん、でセッションの本当に1分前30秒前とかになってスタッフが履けるみたいなのはあの、まあ、そればっかりではないと思うんですけど、うん、余裕あるときはそれをやる必要はないと思うんですけどギリギリまで何かをやろうとかギリギリまでになっちゃうけどそれをやろうみたいなのは国内レースだともうちょっとマージンを取って、うん、あのやったりするところなのかなっていうふうに思うんで逆にスーパーフォーミュラーも負けてないぞとか、うん、スーパーフォーミュラーの方がここはすごいぞっていうところはああスーパーフォーミュラーの方が、まあ、すごいというかあの先ほど言ったようにそのセットアップの変更っていうの量でいうとスーパーフォーミュラーはめちゃくちゃやってるんでへーそうなんだ、はい、あの多分 F1 だとダンパーを変えるのもセッション中にやるの難しいと思うんですけどあのそのダンパーにアクセスするまでがもういろんな部品がありすぎて1時間のフリー走行の中でやろうとしても難しいと思うんですけど、うん、スーパーフォーミュラーだともうすぐ変えられるんで5分とか10分とかで変えられるんでダンパーの比較をやったりとか、まあ、F1 はその事前に計算してきてこれがもうベストだっていうのをもう確定してやってると思うんで変える必要がないっていう可能性もありますけどスーパーフォーミュラの場合はそういうセット変更が多くてそれをこなさなきゃいけないメカニックの技量っていうのも差が出てくるんで例えばこの5分でかかる作業を4分でやったらあと1回多く走れるとかそういったところの細かい戦いっていうのはスーパーフォーミュラの魅力なのかなとは思いますけど。まあ、そこら辺はあまりこう表に出してないっていうのはちょっとこれからの課題なのかなと思うんですけどそういったところも知ってもらえたらもっと楽しんでもらえるのかなと思います。まあ、実際ねたくさんのチームご覧になられたと思いますけども、はいはい、これ将来に向けて、うんまあ、いつか F1 っていつもおっしゃってますけども、はい、よりその気持ちは強くなられたんでしょうか。そうですねやっぱり、うん、あの見たらやっぱ刺激をもらえますし、うんまあ、F1 がと、まあ、あのスーパーフォーミュラーとか国内レースって、まあ、もう全然違うレースだと思うんで、はいはいはいまあ、どっちが上とか、うん、そういう話ではなく、うんうん、単純に違うレースとして経験してみたいなっていう気持ちがやっぱり強いですね、まあ、今やってるエンジニアの仕事が、はい、その F1 でも活かせるとは思うんですけど、うん、やっぱ F1 のエンジニアっていうのは特殊だと思うんでその分業あのより分業してるって意味では、うん、あのそれぞれの部門でのスペシャリストが揃ってると思うんで国内レースはその1人が賄う量が多いからあの1つのことを突き詰めるってよりかはまんべんなく全体をできるエンジニアっていうのは重宝されるんですけど、うんまあ、そういった意味でも1つのことをあの突き詰めるポジションっていうのもつけてみたいなと思いますし、まあ、すごい刺激はもらいました。今回行ってみて無理だなじゃなくて、いや俺行けるでしょっていう自信はついたんですか。いや自信はないです。自信はないですけど、うんまあだからあの総括すると本当に自信がついた部分もあるけど、うん、やっぱりあの自信をなくした部分もあって、まあついた部分で言うと、うん、あの自分が想像してたより F1 と例えばスーパーフォーミュラとかのそのやってることの違いっていうのはなかった。っていうのは、まあ、今やってることに対して自信はついたんですけどやっぱり F1、まあ、単純にその F1 をあの見た時はやっぱり F1 っていうのは、まあ、特別というか、うん、なんか言葉にすると難しいんですよ。どういう どういうふうにまとめればいいのか、うん、どう別の世界別の山まあそうですね。だから F1 に行かないと F1 っていうものを理解できないとは思うんでまあ、あとはやっぱその1回入るってところがすごいハードルがあるとは思うんで、まあ、本当に強い意志とあの実力をつけてあの挑戦したいなと思いますけど、まあ、あのぜひ目指して
ていただいて目指していこうとは思ってらっしゃるわけですよね。何とも言えないですけど、言えない、うん、まあまあね、もう行きますっつって行けるところではないとは思うんですけども、はい、まあね、国内愛も強い小池さんだからこそ、ね、一度こう世界に出ていただいて、うんうん、であのその世界で経験されたことをまた、うん、戻ってこられて、まあ、一つの思いとしては、うん、あのまあ、今国内でレースエンジニアやらせてもらってますけど、まあスーパーフォーミュラがこんだけすごいんだっていうのを今自分が例えば F1 に対してもこれだけすごいんだっていうのをあの言ったとしても説得力がないと思うんですよ。やっぱ一回 F1 を経験してる人とかがスーパーフォーミュラはあのこういう魅力があるとかあの F1 に対してもこういうところが優れてるっていうのを言えればあのスーパーフォーミュラの価値っていうのはあの証明できると思いますし、そこを目指したいなっていうところは一つあります。すごい F1 までの距離がよりはっきり見えたみたいな、うん、あでもそれで言うとあの自分と同い年であのウィリアムズで今働いてる荒木メカニック、はい、荒木さん、荒木さんが今働いててあの夜ちょっとあの飲みに吹かせてもらいまして、うん、まあ、彼は日本の国内でレースをやってて、まあ、イギリスに渡って F3、F2 とステップアップして今 F1 で働かれてますけど、まあそういう同い年の人がいるっていうのも刺激になりますし、ハースの吉田さんにもあの言われたんですけど、あの F1 ライフチャンネルを見たって言われました。だんだんこう有名人になりつつあるっていう、いやあの国内レースの人に言われたことはないんですけど、はいはいはい、あの国内の方の姫ちゃんでね見てないことにしたいです。そうそうそう、あのチャンネルはF1 関係者は結構見ている、見ていただいてる、恥ずかしいですけど、いや見てる子もいいんじゃないですか、それで言っとけば、うん、まあ、でも日本人の方があの活躍されてるのを見て、うん、まあ、すごい刺激に思いましたし、うん、小松さんとはお会いにならなかったですか。小松さんにもお会いしまして、はいはい、アピールしたんですか。まあ、忙しかったですけど、うん、はいはい、すげえ、俺よりド S だなっていう感じですか。いやいや僕はド S ではないあと今井さんに、マクラレンの今井さんにも、うん、久々にお会いできて、鈴鹿のあの1コーナーでボトミングするんだけどどうしようって言われました小池君ならどうするみたいな、うん、ボトミングは諦めるしかないんじゃないですか全然わからないはい、ということで、本日は、F1 のパドックを訪れた小池エンジニアに、まあ、F1 の魅力、SF の魅力を語っていただきました。はい、はい、今回のお話も楽しかったよ。どうもありがとう。また聞きたいことあったらコメント欄に書いといてねって思った方、いいねボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。